はい、はい、今日はじゃない避難の解除をします。はい、あ、電気つけますか。はい、時間、あ、涼しい、よいしょ。はい、さて、うん、朝からお昼になりましたが、避難は鉢打ち、ね、増えたでしょうか。よし、ね、今日発生でしょ、みんなこの予定。そうだよ、キラッとちらりと、なんか増えてなさそうな。増えてないね。やっぱりあれなの、気質が上に向いてないとなんか生まれにくいとかあるの。いや、まあ、あと温度とかですかね。頻繁に開けてると温度が下がっちゃって遅れたりするんだけど。あ、うん、はい、1、2、とりあえず解除する子は1、2、あれ、0、ここいなくね。あ、いた、あ、いたいた、隠れてた。3だね。1、2、3、少なくない？4、5、5話かな。そうだね、明日コンコンして開けてみましょうか。よし、じゃあ、ここってさ、今の段階でさ、開け閉めしてるのも影響あったりするの？もうないんじゃん。もう大丈夫だと思う。ある程度。けどね、あ、めっちゃ動いてる。立派な足が見えます。はい。太もも？爪か。そう、この間言ってた、ジュラシックワールドのオープニングみたい。あー、ワールドってそうなんだっけ？なんか、フタシーンから始まる。そうそうそう。なんかジュラシックパークもそんな感じだったよね。ジュラシックパークはあれか、琥珀の蚊のお腹から血をチューッと出すところでしょ。そうそうそう。あ、なんか血が出てる。大丈夫か。本当だ、足が真っ赤だよ。大丈夫？赤いハイヒールを履いてくれて、うん、いいよ。うん、血が乾いてないんだっけかな。くちばしも血に染まってます。怪我ではない、多分うまく乾いてないだけ。うんうん、だっけ。目は開いていない、寝てんのか。ごめん、よいしょ、先に消毒を。あ、起きた。起きた、目がパッチリパッチリ起きた。コメント思い出したわ。え、あの黒いあのフルのカラコン入れてるみたいで怖い。ああ、いや、でもダチョウの赤ちゃんみんなこんな目だよね。人間でさ、黒のさ、フルのカラコン入れてるやつだら怖くない？怖い。ちょっと宇宙人っぽさを感じる。夜の電柱の横にニョキッと。ちょっと宇宙人っぽいのはそのせいか、ヒナが。そうだね、ごめんね。854。意外とウェッティな感じで。8月11。あ、ちょっと元気ないね。ないね。ピヨピヨ鳴かないし。まだ割れたばっかとかなのかな。あー、かな。それなったらいいんだけどね。なんか何、血が影響してないといいけど。とか初期不良の子だったり、なんとも、まあ祈りましょう。85番。うん、まだ85なんだね。あ、でもだいぶ来たけどね。はいはい、ほら、力強く蹴っていいんだよ。抵抗なし、無抵抗。全然だ、全然。眠いのかしら、目が眠そう。まだ入ってたかった。まだ夢見心地。ごめんね。あれ、足大丈夫か。僕は寝てる間に何をされてるんだろう。あ、なんかちょっとプルプルしてきた。起きた、起きたかい。足が赤いな。赤い方がプルプルしてるよ。うん、全然見えない。ごめんね。
メスかな。ごめんよ。いつしか見たあのオスが一番わかりやすかったね。あのまだ生きてるよ、ザボアザキル君。はい。元気出しなよ。よいしょ。じゃあもう一回。そいつは時間が経ってそうだ。うん。ちょっと可愛くて。足が粉吹いてる。本当だ。粉というか。コメントでさ、うん、ゴミ箱の上でやってますけど落としたりしないんですか。落としたことはないです。あ、でも毎回ちょっと危ない時もあるけど、でも落とさない、まあね、あ、なんか色白。本当だ、かわいいね。いつになく、なんか卵も色白だし、なんかあんのかな。色素がでも薄い、親の薄い子だったりするのかね。なんか黒い島が目立つね。確かに。よいしょ、あらら、綺麗。うん、綺麗。あ、なんか目に殻の破片が。よし、取れた。あら、元気元気。かわいい。みんなかわいいんですけど。足がね、足がさっきの声にね、もっちりしてる。うん、よ。やっぱりね、足から出てこれる人は足がね、ちちちですね。あ、重たく907。重い。重ため。卵ちっちゃいのに。ぎっしりだね。うん。中の黄身が全部鳥になりましたみたいな。うんうん。8月11日。いいね。まぶたきしちゃって可愛いね。ねえ。よいしょ、よいしょ。生まれた頃は山嵐。うん。そのうちエミューの赤ちゃんも見たいね。見たい。エミューの赤ちゃん、あのワニさんのとこで、あ、赤ちゃんではないか。エミューの子供、ヒナ。なんだ、幼鳥って。幼鳥、とっても可愛かった。ね、あのエミューの何とも言えない色の、そうそう、黒白縞模様だったよね。ウリ坊みたいね。きっと大きくなったでしょう、あの子たちも。エミューもひょろひょろ泣くのかな。エミューも泣いてたよ。ヒナのうちは泣く。大人になったらあんなボンボンボンってとかグエーとかって泣いてるけど。ピー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 。扉が開きました。オスっぽいですね。ごめんごめん、オスだね。よいしょ。オス、オスです、多分。はい。私有鑑別マスター。いや、まだマスターには。マスターにできたらさ、間違ってる気がする。もうやばい、職業だね。いや、ひよこの鑑別士っていう職業はあるよ。そう、でもそういうさ、ダチョウのその飼育鑑別士の訓練を受けたいんですけど。あるんだ。いや、ひよこと同じ？ないないない。ひよこは国家資格だけど。あ、訓練でどっかの施設に合宿。そうだね。そうそうそう。やっぱりダチョウ国産かな。あの、あそこの方は100%、90% という王国？ん？どこの？ここ王国、ダチョウ王国さん。え、自称？そうで。本当に？本当になの？わかんない。でもちゃんとデータがあって言ってるんだと思いますが、すごいよね。はい、なんだろう、どういう訓練するんだろうね。めっちゃくちゃヒナが。え、もうヒナをこう見まくるしかない。ワンサクワンサク置いてあって答えが、うん、足についてるとかさ。まあでもその方が見て答え合わせになるんだろうけど。お尻のとこしかないの。区別する方法。あとは DNA、 あのエミューと同じ。まあ、それは確実でしょうか、ね、それが一番確実ですけど。それ以外はないの。
ヒヨコだとね、羽の形とかがあるらしい。へえ。でも、まあ、ダチョウは羽がしょぼいからね。ダチョウはなんかちょっと、まあ、このお尻以外であるんだったら教えてほしい。よいしょ。だからね、すぐ見た目で分かればいいんだよね。え、あ、忘れてた。なんかさ、オスはさ、おへそが赤いとかさ、めちゃくちゃそういう分かりやすい。足にも斑点が。あ、ほんとだ。なにこれ。初めてだね。え、足に斑点があるの初めて見たんだけど。うん。足にまで映った色素。不思議だ。あ、重たい。あ、そうでもなかった。966。そんな未熟な人がいないね。そうだね。最低でも800ちょっと、700。いい感じですね。いいね。さあ、明るいですね。ねえ。よいしょ。87番。うん。うん、やっぱり擦り込みってないよね。ないと思うな。あ、なんか擦り込みってこの一瞬ではなく、でしょ、あのちょっとの間を一緒に過ごすと、数日、数時間か数日ぐらいずっと一緒にいたら親だと思われるかもしれない。じゃあそれさ、一緒にさ、ってるあの何、ダチョウのぬいぐるみを一緒に置いといたらそいつを親だと思うってこと？あ、そうだね。ぬいぐるみとずっと一緒にいたらそうなのかな。斑点ついてます。あ、斑点がある。めちゃくちゃムチムチしてる。かわいい。はいはいはい、元気だね。ちょっと足が黒い。元気。はい。なんかさ、うんうん、いつになく足が黒くない、この人。これ、本当だ。もうそれさ、もうご飯的な。そうだね、あんまり見ないよね。はい。ピーピーピー。おしゃれは足先から。あ、ほんとだ。なんかめちゃくちゃ元気。朝物だ。あー、ごめん。嫌だ。ごめんなさい。今までで一番可愛い声で鳴いてるじゃん。ねえ。わからん。あ、オスだな。男の子が泣くんじゃありません。ひどい。泣いたっていいじゃないか。泣いたっていいよね。よいしょ。ちょっとこの子足が爪が曲がり気味だね。本当？うん。ちゃんと座って、ちゃんとほら、そう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 。斜めに座る癖がついちゃうと危ない気がする。立てなくなっちゃう。うん。コロコロ転がるやつになっちゃう。そう。成長してでかくなった、でかくなるまで成長できたとしたら足が曲がってきちゃうかも。うんうんうん。爪曲がり、爪ってどういう字だっけ。あ、これか。爪曲がり、まだいますね。爪が曲がる要因は何ですか。もう完全に生まれつきというか遺伝、うん、うんうん、遺伝。あの、親でも爪が曲がってる子結構よく見るといるので、うんうんうん、遺伝なんじゃないかと思います。爪が曲がると、うん、足のこの何、つき方が変わってくる、うん、ちゃんとつける子もいるけど、こうつければいいんでしょう。そうそうそう、がこうなったりして、このまま曲がっていくのか。そうね。あら、かわいい。あら、くちばしで割った。すごいすごい、口がパッカン。バッカーン。肌もバッカーン。おはようございます。いで、鋭いくちばし。鋭くはない。ほら、こんな丸い、かわいい。そのうち歯の生えた個体が。え、なんか最近思ったのはエミューのくちばしが意外と鋭い。あ、そうよね。あの、より小松菜、なんかより恐竜っぽい。そうそうそう。あとギザギザついてる。ついてる。そう、ダチョウの方がそのかわいらしいなと。くちばしはね、エミューの方が攻撃ができそう。うん、最近あの慣れてきてさ、小松菜をめっちゃよこせよこせってくるんですよ。うんうんうん、その時になんか疲れると結構なんだろう、痛い。すごいぎっしりだな。エミュー魚が取れそうだよね。ああ、そうだね。くちばし。確かに。
いや、じゃあまだ出れないか。いいいい、泣かないよ。泣かないね。でもね、僕もね、むくんですけど、うん、はい、その卵角膜をね、むしるとき怖いですね。ねえ、おいで、ほら、出てきて。よし。あー、くっついてる。翼さんが。オッケーオッケー。あー、頑張った。首がすごい膨らんでるの。何入ってんだ？卵は入ってんのか。いや、卵は入ってない。空気？空気だろうね。ごめんごめん。なんか横に長いな。はい。はい。のぺっとして、のぺっと。ええよ。のぺっ。なんかそうだね。平べったい。この子もなかなか、935。いいね、みんな重い。重たい。足のとこだけ毛が生えとら。あ、そうか、翼がそこに来るのか。なるほど。翼がパッターンで閉じて、ハッピーセット、はい。で、首の付け根はね、みんなハゲてるんですよね。なんででしょうか。ね、そう、そういうことか。背広がりの88番です。いいですね。ね、翼のさ、羽がさ、パッパンってくっついて一体でなんてね。そうだね。そこの下は何もないんだね。耐えてない。いや、かわいい。あのスキニーハムスターですね。ツルツルのスキニーダチョウ。スキニースキニーダチョウって生きていけるのかな。スキニーダチョウなんか気持ち悪そうね。どうなんだろう、みんな毛がないんでしょ、頭も何も。そうそうそう、生きていけるのかしら、羽毛がなくて。じゃあ見てみたい気はする。うん、なんかほら、鳥のヒナってみんな最初そうじゃね。ツバメもそう。そうだね。カッコもそう。こんな風に生え揃ってる方が珍しいかも。だからみんなあの本当に生まれたばかりなんですかとか、たまにコメントが来る。はいはいはい。いや、立派な足。生まれた時からダチョウなんですねっていう。確かに。ちょっと違う、模様は違っても、そうそう、ちゃんと鳥の姿してるもんね。ツバメとかさ、鳥のヒナってなんかもうちょっと気持ち悪いイメージない？うん、ある。ヒヨコはどうなんだろう。ヒヨコもでもヒヨコじゃない？ヒヨコもヒヨコだね。ね。なんでだろう、大きさの問題？地上性だからじゃないかな。走れるやつは、あ、そうそう、さっさと馬みたいにね。走んなきゃいけないやつは。さっさと立ち上がって、やってくんないとね。巣の中でパクパクして待ってればいいやつは、あ、そうか、未熟でも、ね、親がちゃんと餌をくれるやつは、そうそうそう、いいんだ。うん、まあ、ダチョウもニワトリも温めてくれたり子育てはあるんだろうけど、餌をあげるってないもんね。ないね、まあ、親も親でね、食べたいし。いいよ、失礼失礼。あ、なんか見やすい。オス？オスだね。お腹がやっぱり張ってると圧迫されて見やすくなるみたい。おデブの方が分かんのか。デブの方が、おデブというか、お腹がパンパン、卵がよいしょ、パンパン、ザボアザキ。この子もなかなかパンパンです。すくあげる。よいしょ。もうダメ、オス。あと1羽。いや、それ31番の卵、それ横のやつが。あ、そうだよ。踏まれるといいんだけど。一番割れやすそうなの。うん。中のヒナが正常であれば、乗って出てこれるけど。なんか空気漏れとかさ。うん。なんかね、蒸発してってさ、必要なものまで蒸発してっちゃいそう。うん、そうそうそう。そうなんだよ。逆にこういう、これはいいけど。うん。陶器みたいに分厚くって気質があんまりないと、今度は逆に空気が足りなくて死んじゃう。もうそうだし、難しい。中のやつが出てこれないね。うちのはでも自然界に比べて厚いみたいですけど。なんででしょうね。え、カルシウムを強化してるから。いいのか、それは。食用はいいんだろうね、割れにくくて。こうやって育てる用はちょっとあれだね。ちょっと、うん、人間の手が必要じゃないかね。わかりましたか、皆さん。すごいな。そういうことですよ。毎度毎度こうやって割ってていいのかっていうコメント来ますが、あ、そういうことですよ。そうですね。本当は自力孵化がいいよね。こっちの手間もないし。そう。自力でやった方が
元気な子であることは確かなんですけど、自力もいます、もちろん。昨日とこいつもあざがあるな。おう、遺伝か。いいよ、よいしょこいつも足黒いのは、やっぱりそういう、そういうヒナの模様なんじゃないか。そういう種類がいるの。いるんじゃない、ちょっと色黒系、メラニン色素多め系分かんないけど、なんだっけな、あいつ少なめ系もいるし、あのワニさんのとこで見たさ、うん、なんとかアマニ、アムニ、あ、いた、ニワトリの黒いやつ、うんうん、みたいなダチョウができたらかっこいいね。かっこいい、ブラックダチョウ全部黒いの、ね、そいつは何が何でも触れ合いエリアに、あー、黒と白で鈴葉といい、いいね、いい対比に、灰色生まれる94号1月、いいな。まあ真っ黒は真っ黒ですんごい暑そうだけど、確かにかわいそう。88、89、寒いか、大丈夫か、ごめんね、ねえ、出したばっかりだから寒いよね。よくめっちゃ震えてるな。いいよいいよ、めっちゃ震えてるで。寒いのか、ごめんね、頑張れ。君の親は45か、ちょっと怖いね。45、あの45のやつね、みんな育ってないの。45ってあのカーって言ってくるところだ。あ、そうそうそう、この間を破壊したとこでしょ。あ、そうそうだね、破壊。でもあの子蹴らない、蹴らないよ、なんなら口走で戦ってくる、なんならビビってる、うん、なんかその弱い犬ほどよく吠える的な子だよね多分カーって言うのは。来んのか来んのか、来たー、わーって、で逃げちゃうこの子のお腹は縦に長い、さっきの子は横に長かったけど、ああ、すごい翼、かわいい手羽先。手羽先というと、まあ、手羽先だよな。手羽先ですよ、かわいくない、このちょりちょりってした皆さんわかりますか。あ、爪がある、見えます、皆さん、これこれ。本当だ、面白いね、小さいね、ちゃんと手だね。うん、これじゃ飛べませんねさすがにね。いや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 、ダチョウの巨体が飛ぶにはさ、プテラドンのようにジェット機みたいな翼が必要だよね。そう、何メートルだろう、 4は絶対必要、長さで。パドックが足りないな滑走路も足りないな。ピーピー、ごめんね。ダチョウが飛んだらバックビークだな。うん、ほんとオスっぽいな。ごめんごめんごめん、多分オスです。蹴りが強い。でも本当に足にあざがあるのは初めて取ってるんじゃない。今まで気づいてなかっただけじゃない。こっちが黒い子は結構いたけど、いたいた、うん、はいはい、不思議だ、まだ温まってくれ、足を回し戻ってじゃあ今日はこれで、はい、ということで不可解除でした。チャンネル登録してね、バイバイ、バイバイ。